ヤンヤンのヤンヤー。ミヤです。キロです。喉が痛い時マシュマロ食べる時痛みが和らぐロックアンチャンです。はい、本日の動画はもう一度見ようぜ NCTU ユニバース。ユニバース、来た来た来た来ましたよ、ついに。これフミヤさん、なんなら一番やりたかったそう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 、なんならね、なんならなんならユニバースがもうめっちゃかっこいいってこれ初めて見た時からずっと多分言ってましたよね。一目惚れ一目惚れ一目惚れずっとやろうやろうって言って先日から入り散るの、うん、ああカムバしたから俺カムバしたから個人的カムバしたから、 たから、うん、で入り散るの、まあ、キックイットとスティッカーを深掘りする、もう一度見ようぜよ。で、あげく踊ってあげく踊って多分スティッカーはあそうそうそう踊ってスティッカーもやってっていうところなんですけど、うん、今回は U のユニバースをレッツプレイボールをリマスター版でリマスター版でね見るというところで、まああの時はもうマジで NCT の何も知らない、何も知らない、本当に本当に何も知らない状態で見たんで、うん、ちょっと浅いコメントが多かったんですけど、そうそうそう、今回もう完全リマスター版で、リマスター版でついにリマスター版でいきますよ。ただまだいかんせんちょっとね、特にイリチルの箱押しなんでそうですね、特にイリチルしか、ね、そうそうそう、今のところは強いですけど、これドヨン、はい、マーク、ヘイちゃん、ジョーがイリチルから、イリチルメンバー3回で、あとは日本人メンバーショウタロウ、ショウタロウ外せない、これ外せない日本人レベゼンジャペンレベゼンジャペンのショウタロウと、あとはドリームからジェノとジェミそうですねが来て、あとウェイビーからシャオジュンとヤンヤン、ヤンヤン、あ、そうそうですねっていう感じで、ユニバース自体楽曲もダンスもめちゃくちゃかっこいいって求めて言ってましたから、で、今回はメンバー今言った通りのスタートアップメンバーで、今回ね、そう、テヨンがそうユニバースいないんだけど、推しのね、そう、大推し、大推し、激推し、激推しテヨン、自他公認、自他公認激推しテヨンさんがいないんだけど、今回だからリーダーが、楽曲リーダーがドヨンなんですよ。おお、ドヨンも推してるから俺、もうボーカルといえばって感じですね、大好き、そういったチーム編成で、そうっすね。僕個人的な話言えば、やっぱマーク、まあ、マーク、マーク、マークがね、マークがやっぱもう結構真ん中なんだよ、僕が。なんでこの U ユニバースはもう、もうこれも僕もなんだかんだ好きなんで、あのサビは真ん中に来るんで、ちょっと1サビのね、1サビのサビ真ん中来るね。ただこの MMA のバージョンは見たことないんで、マークが土線の時にどう出てくるのかめっちゃ楽しい。これすごい、すごい、これ見たらダンプラじゃん、そうダンプラじゃん、ね、これすごいんだよね、これすごいのよ。なんでちょっとこうマクが楽しみなのと、この MNN のバージョンだとどうなってるのかがめっちゃ楽しみだ。マクの話で一個面白い話をすると、はい、アルピーのその日本の番組そう日本番組で面白かったシーンがあって、はい、テイルに日本食何好きなのっつったら食い気味でマックがコンビニーって言った時ちょっと静かにしててって言ってた、あとコンビニーって言った時の、あの、あどけない感じが、年相応の感じが、いいなんか年下を感じる、はいはいはい、あの、アルコ&ピースの番組やってます、そうそうそう、ちょっと冒頭だいぶ長くなりましたが、はい、まあ、今回ユニバース、はい、早速見ていきたいと思います、いきましょう。レッツプレイボールということで、レッツプレイボール、もうかっこいい、はい、もうかっこいい、もうかっこいい、こぼこしいね、ジェミー黒スーツなんですね、うん、MV とダンプラしか見ないからこの感じは新鮮ですね。はい、オッケー、冒頭の振りが効いてるね、やばい、マクジェノが、マクジェノの大注目マクジェノが、マクジェノ注目選手もう出てきた、ね、もうカメラワークからちょっといいですね、最高、パチ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 プレイボール、これ音源収録なってないんだよね、パチ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 Go!
マークはラップなんだよな。来るぞ。ジェミーは俺ね、基本的ね、バラエティとか企画ものでよく笑ってるやつを見るんだけど、このやっぱクッって感じはやっぱね、ギャップでやられるよね。やられるんだよね。ギャップが。こういう顔の方が俺は今でギャップだもんね。ナイス、もうこの本当のこの振り、これやりたちいわ。そんなんじゃない。そんな演技叩いてない。かっこいい。ここマジかっこいいよな。くついよ。あの、なんだろうな、結構今ラップパート多いじゃん。そうっすね。わちがわちがでしたよ。ここで来る剣のこのハイパーボイス。いや、やっぱ彼の歌声はやっぱ天性のこの凄さを持ってるよね。引き込むよね。そうですね、もうボーカルとしてはこれ好き、これ好き、こここう感情的になるドヨチ。感情、感情、エモーショナルなドヨチ。感情的になるドヨチ。ドヨチは基本的にこういう、こういう時間が多い。多いっすね。あ、そうそう、確かに。逆にこれ珍しい。結構パッションみたいなね。あ、ここヘチャ。はい、A メロ、A メロ切り口突破するヘチャ。ヘチャなヘチャな、文字に血が下がりだな。そうそう、やばい、へちゃな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 てよーは、よくへちゃなって言うんだけど、へちゃなへちゃな、喋ってるけど、掛け合いの時よく読む時、へちゃなとかって言ったら、あーとかって言うんだけど、言いますね、何とかって、あの、エアビートのやり取り、リーさん、何って言うんだけど、俺の好きなこのキックイットバーだよね、こう、A メロ、へちゃんがボーカルで入り込んでくるっていう、入ってくる、ヤンヤンとコム、ヤンヤンのヤンヤーヤンヤンのヤンヤー。この時間ね、俺の好きなキックイットだとジョンウとこのツーソロというかこのパートなんだけど、今回はヤンヤンとヘチャン、そうそうそう、ヤンヤンとヘチャンが組み合わせ、彼の歌声もまたキャラクターあるよね。そうっすよね、歌もすごいですからね、踊りだけ。まあ、キレもあるしな。はい、ジェノー、ジェノー、マック、ジョンウもかまして。うわぁ、レベルジャペン、レベルジャペン、なに、このポーズは何。すごいっすよ。すごいよね。ショウちゃんギャンかましなんだよね、ここ。すごいっすよね、しかも歌もそう、ここやばいっすよね、ラップっすよね、どうラッパーとバッションザユーマイクボルメカボスターバッカ、やりすぎやりすぎ、いやすごいかこのソロパート尋常じゃないんだよな。秘蔵っこ出してきたみたいな感じだよ。要はそのはい、はい、やっぱ NCT グループじゃ、うん、そのチームに入ったのが、うん、そう、正式に加入したのがやっぱ翔太郎後の方だから、で、ここでもう秘蔵っ子登場みたいなバーっていうのがもうすごくいい。そして日本人っていうのが我々としてもやっぱ誇らしい、誇らしいですね。ちょっと可愛いですもんね。そう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 、このダンスの切れ味を、この歌パートからのラップパート、ジェノマク、やばすぎだろ、綺麗。好きだな、好きだな、好きだな、やっぱりシンプル好きだな、どっち好きだな、好きだな。好き
だな男として見れないかっていう日本語を言ってたんだけど、もう本当にそう、男として見れないかって言ってたんだけど、そう、そういうバラエティのやっぱ時間最近見てる方が多いから、似合うね、こういう置き方が。くる。伸びる伸びるんすよ。ここはマジ伸びる。すげえ。マジすげえ、感動。翔ちゃんで、逆にこうマクがポストプレイというか、逆にこう起点になる動きをするというか、センターの時もそうだし、なんかその構図がやっぱね面白い、この楽曲 ならではというか。ここでおい やるだけでかっこいいもんな。
マーク。あれだ、このこのマクとジェロのこれ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 ね、いいラブダンプラドックス。そう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 、ぐる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 ってこれ。このラップの掛け合いね、上から見るといいね、上から見るといいね。いい、ナイス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 。ヤンヤンかな、次は。ジョーの来ました、高音の高音のね、高音の。アグレッシブなんだよね。あ、この頭振る感じがね、めっちゃ良くて。そうっすね、はい。めっちゃ。そう、このなんかね、振り切る感じがね、好き。エッサー。ナイス。あー、そう、生きてるところがいいわ。ナイス。ぬるじゃん、ぬるぬるじゃん、きた、ぬるじゃん、きた。毎回言うぬるじゃん、ぬるぬるしてるジョンウで。なんだろうな、やっぱ不思議ちゃん系なの、ジョンウ。ジョンウ、はいはい、なんか色気あるじゃん、これなんていうの、中性的な色気出せるじゃん、こういうとこ。この時あれまだあれだけど、ドジジョンも出るから、そう、今ドジジョンのドジョンが今歌ってるからね。そうそう。この色気すげえわ、なかなか出せないっすよね。ジョンウ独特だよ、ローでガツンと落ちた時のこのシンクロ率の高いこの声色、うん、声色っていうの、これ仮にしか出せない。そうっすね、また振り幅がすごいす、ね、そう、くたか、うまいな。イリチルでつなぐ。シャオジュー。なんなんここ。もう3回目。伸ばしすぎや、もう。この歌、歌パートすごいな。いいよね。で、お金もすごいから、レベル高すぎやろ。おいーバカバーン、映ってないから、バーン。なるほど、これは NNN 仕様ですね。盛り上がるわ。ちょっとそういうのやりたくなります。裏のね、へちゃんのね、あ裏の方
ナイス。どよっちナイス。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 ナイスすぎるわ。どよっちの推しのジェノがセンターからの。は今回のリーダー、どよっちが出てくる。おお、確実に伸ばしてくる。おお、おい、やいや、いや、ドタバすぎるやろ今のは。やばいやばいやばい。だってさ、こうやった後にさ、ギャーやった後さ、ヤンヤンのソロでもうとどめの一撃ばりに。ジョン、これ振り切ってるんだよな。もうヌルジョンとは対極にいる。バクジョン、バクジョン、爆裂ジョン、バクジョンだよ。ヌルジョンからバクジョンよ。振り切ってますもんね。やばいっしょ。うん、バーン、バーン、やばい、俺こういうの好きなんだよね。綺麗あるね。ナイス。翔太郎センター、ナイス。いやー、すごい、かっけー、ユニバースやっぱ最高だわ。やっぱりやってることがまずそもそも、もう振りがむずいのは見れば見ればわかる。そうですね。あとはこの歌のレベルね。ちょっとだけ今日歌で湧いてるのがやっぱ多いけど、歌のレベルがやっぱマジで高い。ダンスは結構特にサビなんかすごいじゃないですか。うんうん、だけど、そう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 、歌は結構ハイトーンだし、うん、ダンスは結構リリックの、リズムじゃなくて歌の方あるから、うん、やっぱ歌ありきなのかなってこう思わせるような楽曲ですよね、うん、踊り単体でいくと逆に俺の中でその SM ってこの事務所のスタイルっぽくないなっていい意味で、はい、結構 SM はそのアイソレーションとかコントロールしてしっかり、はいはい、メイカーウィッシュとか俺っぽいなっていう感じ。ああ、首から入りますね。こういう感じとか、はい、コントロールしてみたいな、はいはい、っていう方がっぽいなっていう感じ。かなりこれね、気持ちをバーンって出し切るみたいな。だから振り切るみたいな。だから確かに爆上のとこもそうなんだけど、体全部使って、そう、こういうシーン、頭めっちゃ振って、ジェミンのここもそうだけど、はいはい、頭もそうだけどね、そう、頭のジェミンもそうだけし、そのどよっちのこういうのもそうだけど、なんかそのね、感情をその踊りに乗せてこうバーッとこう前面に出す系のがすげえこの曲の特徴だと思って、確かに高音でマイエースって伸びとかもそうだし、はいはい、ガーッとこう振り絞る瞬間がめっちゃ多いなっていう。確かにそれはいい、言語化されると確かにそうだな。歌もそうだし、伸びるゾーン多いじゃん、うん、振り切って、ね、絞り出すみたいな、はいはいはい、シャオジがあーあーあーってとこもそうだし、踊りでもそう、かなりエモーショナルにエナジー全開で出すっていうイメージだね、うん、だからこの曲のアイデンティティなのかなってめっちゃ思うなっていう、はいはい、というわけで今回は NCTUMAMA2021 年の、はい、ユニバースを見ましたけども、はい、改めてこれ見てくださいとか、まあ、コメントあったらぜひ、はい、お待ちしてますんで、はい、コメント欄の方もよろしくお願いします。お願いします。じゃあネオカルチャーテクノロジーが好きなあなた、シズニーなあなたは、このチャンネルを登録して、高評価通知をオンにして、コメント欄にもたくさんコメントを書いてくださいね。また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。